何者かによって作り上げられた異世界。この地において徳川、呉、上杉、蜀の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、強大な敵と対峙しようとしていた。戦国の魔王織田信長、彼は北条や今川などの軍友と手を組み、勢力を拡大。次の標的を劉備らと協力関係を結んでいた武田に定める。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を食い止めていた。信長の野心を阻むため、反乱軍は武田救援に向かう。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村が何とか食い止めているようだが、このままでは危険だ。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。雪村、お前をこんなところで散らせはせぬ。待っていてくれ。早速で悪いけど、別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹を捨てよう。雪村が前線で頑張っているうちに頼んだよ。ま、敵も無策じゃなかろうだよ。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち、気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まねば、ここで雪村を失わっていく。強ざめ、何を考えているかわからない孤児になるだろう。信長は強い力を持ち、忠実な部下もいるのだ。あの調子じゃ信奉者以外はついていけない。対抗勢力が現れた以上、ここにいるのは危険だ。直江兼続、救援に参った。雪村、どうしたらお前を国の輩に打たせはせぬぞ。おお、兼続殿、まさかこのような形で再会を果たすとは。暑苦しい人が来た。でもなんかほっとしたね。宿敵、共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。引くしかないか。しかし核の目論み通りよ。おお、よくやってくれた。やはりそっちから来るか。副兵部隊出番だ。親方様の読み通りだ。皆、眼前の敵を打ち破り、突破せよ。あんたたちに恨みはないけど、こっちも引くわけにはいかないのよ。策を承知で飛び込んできたわ。なかなか思い切ったことをする。反乱軍様の
最後の傑作は侮りがたし。これ将来的に勝ち目がありそうな。伏兵もやっつけたはず。じゃあ総攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。角田、これはどういうことです。悪いね光秀殿、俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなどもってのほか。角殿、互角を。おお、その力で世にたらす気をなせよ。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれん。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ異界であろうと、私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたいんだ。それはまさに太平の世です。別の世界にも家康様と似たような方がいらっしゃったんですね。ご息女の強さはあなた譲りですね。我が知力に挑むとは無謀だな。角の野郎は裏切りやがったな。こりゃ織田の連中を助けねえとまずい。弟よ、どこへ行くのかの。もしかして蹴鞠かの。マロも行くの。これはカブンか。こっちに来た以上、あんたらのため精いっぱい働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそう。話が早くて助かるよ。それじゃ今度ともよろしく。この裏切り、仁君リュウリ殿には受け入れがたいかな。早く終わらせるにはその力が必要。民や天は心安らかに暮らせるよう協力してほしい。なるほど、この世界でもあんたは相変わらずだ。なお虎殿、そちならマロと蹴鞠ってくれるかの。吉本様、すみません、蹴鞠はできません。ごめんなさい。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。あっぱれなものの不要の。手出してくんなら獅子が牙むくぜ。ここは退散するの。俺が背中を見せちまうとはな。そこを動くなよ。あなたこそ古今無双の武人です。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。強将と侮る残り、いいぞ。素朴おらいゆけ、いざ。悪すぎたか。
返すぞ。五速茶の強さはあなた譲りですね。挑む資格があるかどうか、あなた方の力と信念試させてもらいます。信長様、申し訳ございません。の地獄、一緒に楽しみましょう。あの人がどう出るか見ものね。織田軍はほぼ壊滅した。残る信長だ。一体どこに行ったんだろうね。信長。急ぎ雪村を救わねば。信長様のため、ここは通せません。修羅と化し、止めてみせます。立派立派。人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うがよい。
なたは。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている？理由なき力に従えるはずもない。よいぞ竜、この信長にその怒り力をぶつけよ。これが腕輪の力か。今は引くしかないな。任せてみせよう。信長、くっ、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、救援がなかったら危ないところだったね。それにしても信長のあの妙な力は一体。なんか蛇みたいな変な腕輪をつけてましたよね。蛇、人ならざる強大な力、そして時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが。ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていたもの、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。ふん、可能性はあるな。話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今はできることから始めよう。貫き通すわ。お仕事お仕事。さて、この手で守ってみせる。乱世は出さん。姉上より報あり。織田軍の急襲を受けたらしい。急ぎ援軍を出さねばまずそうだ。なんと、御前、そして景勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。我らが武田領を救援する間に攻撃を受けるとは。ならば
急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。私も行こう。剣心殿には世話になっている。家族の危機とあらば力になりたい。おお、なんと心強い。頼みにしているぞ二人とも。仲間が増え、ここも随分にぎわってきた。もっといろいろ整備して皆が過ごしやすいようにしたいものだな。ああ、いい考えだ。きっと仲間たちの闘志も高まるだろう。無双の部、ここに極まれり。切れぬものなし。トンボ切りに切れぬものな。ナオトラ殿、共に力を尽くし。トンボ切りに切れぬものなし。私家の。トンボ切りに切れぬものなし。ナオトラ殿、まあ、トンボ切りに切れぬものなし。参りましょう、レンシタ。ええ、どうか無茶はしないでね。いざ
共に敵陣に切り込むぞ。トンボ切りに切れぬものなし。参りましょう、レンスト。ナオトラ殿、あなたが一緒で嬉しいわ。のごとき相手そうだ。だが剣心剣士徳子なら今はみうんぜ。やはり鮮やかだな。どうしました？俺の顔に何かついていますか？直政殿の鎧は素晴らしいと思ってな。しかしなぜ全身を赤で固めているのだ？目立たせるために着ているんですよ。なるほど。俺の身をし、なん。あら、あなた頬のあたりに。ありがとうございます。姫さん、でも謝るよ。信玄殿、その早きこと風のごとく、その静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとく。で、知りがたきこと陰のごとく、動くこと雷神のごとしと続くわけだ。どうじゃろう、増えない軍。申し訳、兵はただ。なる。雪村は家もそれに引き換え兄という生き物は到底弟にはかなわないものらしい。いや、むしろ逆ではないのか。我が兄孫策は気さくで人を引きつける、行動力決断力に富み勇猛果敢。兄にかなう弟などいない。私はずっとそう思って生きてきたが。兄と弟でこうも意見が違う。ああ、わかった。
反乱軍の猛攻を受け織田軍は撤退。武田は九死に一生を得る。だが謎も混迷も深まる一方だった。織田信長が得た凄まじい力、ペルセウスと名乗った信長を追う青年、そして時折よぎる知らぬはずの記憶。反乱軍の面々は思い思いに考えを巡らす。だが彼らに立ち止まっているいとまはなかった。前線騎士を守る綾御前と上杉景勝から救援要請が届いたのである。敵の数これほどと。織田軍には我らを攻めながらもこれだけの兵を割く余力があるのですね。だがひるむわけにはいかぬ。我らの義と愛をもって御前と景勝様を救い出すのだ。敵の数が尋常ではない。急がねば影勝様たちが危うい。御前、影勝様、しばしお待ちを。この兼津軍が直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。眼下には無数の敵か。我が槍で押し通るのみ。なられるなんて。雪村、感服いたします。押して参る。敵軍からも気概を感じる。ただの賊ではないようだ。これ以上はいかせん。邪魔をするな。御前と影勝様は私の手でお救いする。金津、雪村、救援。来てくれたようです。影勝、あと少し耐え抜きましょう。あっぱれ。ここはどうたる。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできる。強者とまみえるは誉れ。来い。もっと強さ。ここは引く。よし、本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。その勇気、心にも響きましたよ。本陣は何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。さあかかってこい。ありがたい。
母上がまだ戦っている。参ろう。よく来てくれた、雪村。影勝様、間に合ってよかった。この異界でまたお会いできるとは。今やりにかける。来たれ、スリル。感謝します。共に敵を押し返しましょう。さらば。窮地は脱しました。次はこちらがお返しをすれば。勝負の気風示さん。かつては勝っていたが詰めが甘かった。拙者自ら当たるのみ。ドキンガ、そのまま前線で城の防衛を頼む。城に向かう不義の輩は打ち払った。直江兼続、今こそお二人の身元へ参る。あっぱれ。兼続、あなたの義と愛、この異界でも変わらぬようですね。御前、お褒めに預かる光栄です。加熱、感謝する。何をおっしゃいます。影勝様をお守りすることがこの加熱部の務め。拙者の部で眼前の敵を蹴散らさん。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな愛を持って当たりなさい。さあかかってこい。王将と侮る残り、いいぞ。やられるなんて。おお、その力で世に正しきをなさよ。所詮敵は小勢だ。城を落としてしまえ。またうろたえ者が現れましたね。しつけてあげましょう。我が名は徐光明、湧いて願おう。あの城好き、そして高潔な空気。あ、まるで可愛い剣心のよう。我が部、まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。ジョコード、あとは俺たちに任せてくれ。大使事場、すまない、頼んだぞ。ジョコードを追い詰めたとは。敵軍の勢い、侮れんだ。敵の大将が出てきたようですね。愛で諭してあげましょう。大使人、この世界。よし、私が話をしてみよう。兼続、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。不意の輩は一匹たりとも近づけ。よく戦況を見ていますね。見習わなければなりませんね、カネカ。その勇気、アヤの心にも響きましたよ。そのご活躍、まさに天下無双の騎士なり。敵の城攻めはまだ続く。油断できぬ。あの程度の数で城は守れまい。さっさと制圧するぞ。もう遅れは取らぬ。見事だ。その調子で奮戦せよ。三後の兵よ、道を開けよ。
この孫権の顔を忘れたか。孫権様をこの世界に、あの方に剣を振るわけには。開始時無事で何よりだった。再び孫権、いや私の力になってくれぬか。孫権殿、相棒が槍にかけ。申し訳ない、ここで下っては俺の真偽が。二回であってもお前は変わらぬな。分かった、全力で来るがいい。お見事でした孫権殿。孫作殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。おかげで助かりました。皆の義と愛に感謝します。礼を言う。いえ、お二人がご無事で何より。謙信公もさぞお喜びになりましょう。孫権殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺と徐光殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に救われたのです。どうしてもその恩義に報いねばならず。良いのだ太子、それに徐光、お前たちさえよければ我が軍に来ないか。拙者らは敗軍の将、勝者に従うべきとは存ずるが、良いのでござるか。もちろんです。お二人は素晴らしきものの父、味方となればこれほど嬉しいことはありません。ありがたきお言葉、感謝する。これからは孫権殿たちと共に武を振るおう。世に愛。うむ、真偽は違えぬ。徐光明、それにしても信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。まあ直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。何、今の俺たちではあの力に対抗できません。なら同盟相手と接触するのはどうかな。俺が見た限り妙な力を持つのは信長だけだ。同盟といっても実際は負けで仕方なしに従っている者が大半でね。彼らを下して情報が得られればよし、ダメでも信長の戦力を大きく削れる。でもそううまくいくでしょうか。北条氏康、今川義元、董卓、そして袁紹、信長に組みする者は強敵揃いであろう。俺に一ついい手がある。この前まで織田軍にいたんでね、少しぐらいなら内情にも通じてるんだ。もし任せてくれるなら、義元殿を必ずここへ連れて戻ってくると約束しよう。分かった、卓、お前に任せよう。修繕、直政、それに直虎殿、すまぬが助力を頼む。
天下無双の武、ここに極まれり。これはアヤドン。ジョコ。さよ。それ。セシ。天宝。おお、影勝殿。その怪異なる面貌、堂々たる勇姿、頼もしきこと岩尾のごとし。白星のごとく連なる小生のうちにもその威厳として土器天をもつかんとする勢いよ。ゆうべん影勝殿、いかがなされた。それがしの称賛に戸惑っているのか。そのつつましきこと、人とはぬ谷にそっと咲く可憐なる花のごとくだ。可憐なる花、砕く岩尾のごとく。共に敵陣に切り込むぞ。金馬町と赤鬼は誰にも止められぬ。
反乱軍の迅速な救援により綾御前と上杉景勝は救われた。だが彼らに安堵の表情はない。自軍と織田軍との圧倒的な戦力差を見せつけられたからである。織田軍を止めるには信長の力の解明が必要。そう判断した反乱軍は織田の同盟相手の切り崩しを図る。第一目標は核の助言により今川義元に決まった。反乱軍は早速今川攻略に乗り出す。今川領には義元と同じく信長と手を結んでいる袁紹と董卓がいた。個性の強い君主が一堂に会した戦場に波乱の予感が漂う。敵には袁紹、それに董卓もいるみたいだな。こちらの動きを知って守りを固めたのか。まった、言っとくが俺が情報を流したわけじゃない。信長を攻めあぐねて義元殿を狙う、その程度読まれていてもおかしくはないね。むしろ思い通りにことが運んでよかった。いや、なんでも。さて、三人にはそれぞれ頼みがある。まず直政殿は義元殿と蹴鞠を楽しんでくれ。蹴鞠？修繕殿は袁紹殿になるべく近づいてもらいたい。ただし手出しは無用に願う。直虎殿はひとまず俺の近くにいてもらおうか。はい、よろしくお願いします。待ってくれ、指示はそれだけなのか。あとは状況を見ておいおいさよ。今は信じて任せてもらえるとありがたいんだがね。わかりました。直政殿。各殿の考えは読めませんが、俺たちに他の手があるわけでもありません。何より名士の劉備殿が各殿を信じています。ここは策に従い戦うのが最善かと。話が早くて助かるよ。それではおのる方よろしく頼む。吉本殿、袁紹殿、董卓殿、三人の将はがっちり籠城しろ。やはり正攻法では崩せそうにないね。皆手はず通りに頼む。吉本公と蹴鞠を据えよ。各殿の心つかみかん。しかし古の名将の気信じるしかあるまい。やるからには最善を尽くす。袁紹に近づけて、だが手出しはするな。全然燃えない作戦。大体角殿の言葉を信じていいのか。今度は俺たちが裏切られる番かも。戦の要は軍師の格さん、それに修善さんと直政ですね。その通り、一人でも欠けたら策はならない。全軍頑張って護衛してくれ。新入りの手並み拝見させてもらう。行軍は順調。あと義元公をどう蹴鞠に誘うかだ。よくやったな、その調子だ。俺が叶う相手じゃねえか。一
たい。ここで待機。吉本公決まりましょう。もう本当に決まり相手が現れたの。しかも誘ってくれたの。嬉しすぎるぞ。吉本殿への工作ご苦労様。ささお次は印象殿の方を頼む。どうやら作戦は順調なようだ。じゃあ俺はこの辺で失礼するよ。私が活躍すればするほど東卓が笑うことになる。皮肉なものよ。お前結構やるな。その調子でいけよ。本書で信長や董卓と組むなど、まるで本意ではないが、霊族の誇りにかけここを死守。いやめて、こら、髭を引っ張るでない。霊族は髭も志も立派なのじゃ。わらわも霊族に手を貸そうぞ。人間の記憶が相手が悪すぎたか。熱い救援感謝するぞ。しかし、ハクドはこの伏兵を知っていたな。キラどもは炎章と吉本にたかりおるか。ふん、わしはただ剣術していればよさそうじゃな。王徳様、私は嫌な予感がいたします。そうか、俺はいい予感がするぜ。警告の儀では日の本一の色男に落ちる予感がな。よし、炎章の砦に到着したぞ。ここで待っていればいいんだな。ん？なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。まさか董卓に加担する私を無言で攻めているのか。なぜ炎章も吉本も動かん。もしや奴らは内通しているのか。そうならばわしは黒のネズミじゃ。開門せい。急ぎ撤退するぞ。開門。それではお味方が窮地に。よし、門は開いたね。計画通りだ。これは利関係じゃね。いいもの見せてもらったよ。今こそ撃ち入る。どうなっておる。城はすっかり包囲されているではないか。城攻めは得意なんでね。
さて、トータル殿をおとなしくしてもらおうか。城内は大混乱なのじゃ。どうする、メイ族。あいたたたた、ヒゲを引っ張るなというに。こうなったら撃って出るまで。体勢は決しました。吉本、どうか降伏を。ナオマサ。捉えておきたかったが、よくやったな、その調子だ。全本所に立てつくと、こっちで戻れ。城の守備があっけなく崩壊した。角度の読みで的中したということか。このような恥辱を受けようとは、東卓や信長に手を貸したがために。あっぱれ。なお虎殿は顔が赤くなるから分かりやすい。そんな、恥ずかしいです。ケマリの心は魔の心。名付けてみよう。真にしてこれを放ち、異関係の神髄堪能させてもらっちゃったよ。あの三人が親しいかは微妙だが、まあ喜んでもらって何よりだ。ケマリに誘っておいて叩くなんてひどいの。先ほどの姿は幻か。修善殿、直政殿、いい働きだったね。よくぞ務めを果たしてくれた。各殿、疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でした。おや、母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ているような。蹴鞠に誘っておいて騙したのかの。嬉しかったのにひどいの。吉本殿、俺たちと一緒に来てくれれば、直政殿がいくらでも蹴鞠の相手をしよう。悪いようにはしない。どうかね。な、嬉しいな。誰も一緒に蹴鞠をしてくれなくて寂しかったの。マロは皆と一緒に行くの。それと炎章殿、名族の意向を保ちたいなら、俺はこっちにつくことを勧めるね。信長は強引で多くの者の反発を買ってる。対して劉備殿のもとに集う将は皆一枚岩だ。このまま行けばいずれ互角に戦えるだろう。それなら名を汚さぬ方につくのが得策だと思うがね。確かに信長のやり方には私も思うところがある。よかろう。これよりはこの炎本所が反乱軍に力を貸してやろうではないか。ほむ、ならばわらわも名族についていくぞ。なら俺もジョーちゃんについてくぜ。正直力でねじ伏せる信長のやり方は気に食わなかったんでね。すごい、角度の策で
こんなに味方が増えるなんて、今なら信長にも対抗できるんじゃないか。腕輪の妙な力がある限り難しいだろうな。信長が持ってるやつの他にもあるらしいが、それを探し出せば。あるいは、それってこれでしょうか。さっき拾ったんですけど。それはまさしく信長が持っていたあの腕輪ではないか。どれ、見せてみるがよい。何も起こらぬ。力の片鱗も感じられないね。偶然似てるだけの偽物が。それとも他に条件でもあるのか。雅に参るの。我が名は炎本書、名族である。世界は不思議で美しいのじゃ。最下孫一、華麗に決めるぜ。面白そう。で、あなたご推薦の相棒って誰なの？あら、リョウさんじゃない。で、覚えてないか。お久しぶりに、はじめまして。また一緒に遊びましょう。信長はまこと無礼なやつよ。腕輪がいくつあるのか、あの妙な力は何なのか、私の問いかけに対しても笑うばかりで一切答えぬ。ただ奴は宇治安の忍びに腕輪を探させていると聞いたような。風魔の旦那が確かに探し物をしてうろついてるのを見ましたぜ。熊姫とかと一緒でしたけど。おお、居場所を知っとるのかね。ご案内します。それじゃ頼んじゃおうかね。皆に声をかける間に逃げられちゃまずい。急いで向かうとしよう。待て、これだけの数で戦いに挑むなど無謀な。そういうことならちょいとだけお待ちよ。力を持て余してそうな味方がすぐそこにいるんで誘っときます。この場所にて各々心機一転頑張ろうぞ。ん？一体どこへ行くというのだ。そうもあっさり去るのはちと冷たいような気もするが。女の子って言ってた。炎
将は何もかもお見通しなのじゃ。当然それだ。すごい。うん。天下無双の武、ここに極まれり。